高さで、で逆側にね、右行きの子は左側に1回さ、そっから何回も触って。はい、こんにちは、千葉茨城支部代表の、根本コーチです。今回の、YouTube でご紹介する動画の内容は、ドリブル中にしっかりボールを止めるっていうのを、やっています。これすごく小学生が苦手としている、プレーなので、ぜひ、まあ試合中とかにぶつかってしまうとか、スピードは速いけど2人目3人目抜けない子なんかは、この動画を参考にして、練習をしてみてください。すごく簡単にできる練習なので、ぜひ、皆さん練習の方してみてください。それではやっていきたいと思います。で、止めるプレーとあとは細かいタッチが入るから、そこを見て、ね、まずは真似をしていきましょう。右行きの方だったらいつもと違って右側に行きます。マーカー、ね、早くやったね。最初マーカーまでドリブル、そしたら足の裏でタッチ、ラボバドラッチザクロック、ここからドン、バックからパン、ここで高さって、で逆側にいい感じ。こういうパターンで、まずここのパターン、右サイド、右サイド、ね、ダッシュでいきます、ね、そしたら入って止める、3歩ずつ。いつもコーチはドラッグスラッシュを抜く傾向って思うよね、多分みんなは。でもあの選手がやったのはトーンとこっちを引けゴール向こう、ね、下がるプレー使います。下がるプレー、これめっちゃうまいと思ったのが、わざとドラッグスラッシュして相手を飛ばすんです。こういう感じ。これはですね、動く。で、下がる。で、パスをしたんです。これをまずやる。そしたら入って、ここ、メッシ、メッシ、メッシだったら左足首を右足首を。ここで、ゆっくり進む。ボールを止めたら、ゆっくり。で、右記録は左側に一回触る。そこから何回も触って。で、こっちが。ファルドを進め。OK?わかった？これあります。もう一回行くよ。はい、さっきよ。ゆっくりね、ゆっくり。ドリブルします。ボールを止める。ラボバ。ドラッグシザースで離す。次、ボール止める。休んで、触ってから、たくさん触って、相手の前に入る。あとは、ストップ。この一方通行。向こうからもう一回。やる、また。OK?はい、ご視聴いただきありがとうございました。今回の、練習メニューは、茨城県、筑波校で実際に、練習をしている、風景を流させていただきました。ちなみに茨城県、筑波校は毎週火曜日、6時から8時で、ドラフトサルパークさんで、活動をしているので、ぜひ、これから、スクールを探す方は、無料体験もできるので、こちらの ID を、打って公式の LINE から、体験のお届けお待ちしております。それではまた次回の動画で会いましょう。ご視聴いただきありがとうございました。